それは大事ですね。それは大事。だって練習してたら体フィットしてくるもんな。うん、誰に言ってんのそれ。お前。あ、俺か。お前でしかない。何キロ今、何キロ。78。78ってどうなのこの身長で。重くはないんだけど、それが筋力的に重いのか脂肪的に重いのかで、ね、今ちょっと A5 ランクみたいになってるから。あ、いい肉だね、うん、ちょっといい肉、いい肉、まだまだ牛脂みたいなもん。あとで防音してた。え、地元のことですよね。何言ってんの。そんなんここでやったって分かるわけないじゃん。いや、直樹君のパパがずっと僕とあの藤田さんでトレーナーの方に、うん、高崎って結構雨降ったり晴れたりってちょっと多かったんですよ、うん、え、出てなかった。いや、いたよ。あ、さあ、その時にずっとパパがこう来て、地元の方ですよね、今日の天気これからどうなりますかみたいな、をなんか面白く言わないとあかんんですよ。面白くなかった。全部使うね。今の一人で話してんのショートで乗っけるから。きっつ。あいつに喋らしときゃ勝手に事故りすぎやろ。どうやって編集するんここから。なんか無理な気もするけどね。
からポイントやっていきます。はい、もうないの面白トーク。ないしょ。もうない。何ポカリ買っていいで。えポカリ買っていいで。あの先輩だ。話なんね。助けてよ。じゃあその流れで俺にコントリー。今そっちで勝手にやらしとけえかなと思って。いやいや遊んでたのに。なんかあった時の準レギュラー。やめても準レギュラー頼むよ。俺も4回目ぐらいじゃないの出るの。俺最多出演じゃないの。最多出演おめでとうございます。視聴率を喜んでいいもんなのか。いやいいでしょ。まあでも俺毎回チェックしてるから。昨日の見た。昨日も見たよ。あいいねいいね。準レギュラーの鏡だね。今ほんI'm sorry.
だ、映りたそうだけど映っていいんだよ。さっき後ろ入ろうかなって映ってよ。でも私とチャンネルやるってなったら、私とチャンネルやるってない、今後も今後もやっていくの。俺と出てって言ってくださいけど、うん、なんか内容はなってないですか。今日もブラ君が見出してくれる、任せろよ。私ライブ配信好きです。え、見てくれてんの。ちょっと恥ずかしくなってきた。で、そこからちょっとハマって。めっちゃ最近やん。はい、今が旬です。え、チャンネル登録してる？あ、してないです。あ、そっからだね。ちゃんと指導しろよ。俺も見てない。じゃあ、俺もじゃあ見ろよ。一回出てんだから。出たの？ウィンズドームで出たじゃん。わ、勝手に出されたよ。テニスしたじゃん。そんなことよりテニスしようぜ。